どうも、ラン食チャンネルです。今日はですね、この夏、ランナーにおすすめのアイテムありましたので、紹介させていただきたいなと思います。それがですね、ユニクロなんですけど、ユニクロのアイテムで、こちら、サングラスですね。こちらが非常にコスパに優れているので、紹介させていただければなと思います。今回ですね、サングラスをユニクロの方で購入してきたんですけど、まあ基本ですね、やっぱ夏っていうのは紫外線だったり太陽光っていうのは非常に辛いものがあるかなと思います。目からの、ダメージ、疲労っていうのは結構あるようなので、パフォーマンスを上げるためにもこういったサングラスは使うべきかなと思うんですけど、なかなかサングラスって高かったりするんですよ。僕が愛用しているサングラス、エアフライだったりアイボール、このあたりを僕は愛用してるんですけど、まあだいたい2万から3万ぐらいするものなんですよ。なので結構ファッション感覚でもつけてて楽しいなと、その日のウェアによって結構サングラス買えるっていうのも面白いところではあるんですけど、なかなかたくさんは買えるような価格ではないんですよ。さらに今回ですね、僕エアフライのこちら愛用してた501ですね、501を僕は愛用してたんですよ。結構掛け心地も良くて、カジュアルにも使えるなぁと思ってて、結構愛用させてもらってたんですけど、今回なんとですね、ここ、見てわかるかな?ここがですね、パキッと割れちゃったんですよ。今は、こうやってひっついてはいるんですけど、これ瞬間接着剤でひっつけてるんですよ。なので、画面越しではあんまりこうするとわかるか。ほら、ここがね、もう割れちゃってるんですよ。はい。非常に高いものだったので、高価なものだったので、割れたのすっごいショックで。で、今回ですね、しかも、これの以前に僕が愛用してたエアフライの新作、あれもちょっとどっかで、東京の方に練習会で行った時に、多分どっかでなくしてるんだろうなと思うんですけど、ちょっと僕の自宅にもうないんですよ。ということで、僕が愛用してた真っ黒のサングラス、2つ、1個はなくしてしまって、もう1個こっちはね、パキッと割れてしまったということで、この真っ黒、オールブラックのサングラスが、なくなってしまったというところで、新しく買いたいなと思ってたんですけど、どうしてもサングラス、まあエアフライにしても2万円ぐらいはしますし、最近だともう流行りのアイボールなんかは同じように結構高かったりするので、どうしようかなと、さすがにこう2万円のものまた買うのも、言ってしまえばね、この割れたのも僕の扱いが雑だったというところもあるし、こうね、かけてるやつをこう帽子かぶってる上にこうやってかけようと思ったんですよ。かけようと思って、ここ思いっきりというかね、まあこうやって開こうとしたら、ここがパキッと割れちゃって、っていうのもあったし、もう一個のオールブラックのサングラス、なくした方も、まあ言ったら僕の不注意でなくしてるということで、減価償却して、もうこれ以上は使えないぞってなった時に新しく買うものに関しては、個人的には2万円とかも、まあサングラスの性能自体いいので、結構ね、普通に買えると思うんですけど、今回自分の不注意でなくしたものを、また新しく、ああ、なくしたわ、じゃあ買おう。っていうのは、ちょっとさすがに、僕の金銭感覚的にも、ちょっとね、許せないなと思って、でも、オールブラックのサングラスは欲しいなと思ってたところ、ユニクロで、こちらのサングラスを発見しました。なんとですね、こちら、ユニクロのサングラス、1990円です。バカ安い。まあ、めっちゃくちゃ安いので、ぜひ、これはね、おすすめしたいなと思います。言ってしまうと、サングラスの性能自体はほとんど変わんないんですよね。まあ UV カットできるかどうかだと思うんですけど、まあその性能に関しては変わんないと。で、エアフライに関してはノーズパッドがないというところが非常に優れてる点なんですけど、まあそこに関してはこっちは、まあ至って普通の、サングラスになってるので、ノーズパッドがないっていうのが気に入るのであればエアフライの代用にはならないんですけど、UV カットのサングラスがコスパよく手に入れたいっていう方はこっちでいいのかなと思います。あとはアイボルですね。アイボルなんかもフレームが特徴的で、そのフレームを結構メガネ通の方は、そのフレームをもう半永久的に使うと。トレンドに合わせてレンズを変えるっていうのがメガネ通の方の使い方らしいんですけど、まあさすがにね、僕はまあそこまでこうメガネにこだわってはないというところもあるので、まあとりあえずこの夏、オールブラックのサングラスが欲しいなと思って、今回ユニクロのこちらを購入しました。性能としては、まあ、至って普通ですね。レンズは少しクリアなレンズになっております。で、フレームですね。フレームも少し透明感のあるブラックになっています。ちょっとスポーティーですね。で、ノーズパッドがあって、サイドもスポーツサングラスなので、耳にかける部分に関してはゴム製になっているので、普通の
サングラスにはない、ちゃんとスポーツで使えるようなサングラスになっているので、とてもおすすめかなと思います。ユニクロに関しては、これともう一個、もう少しでこうスポーティーなスポーツサングラスあるんですけど、まあ、こっちに関しては、まあ、こんな感じで、サングラスの形はこんな感じで、カジュアルにも使えるようなサングラスになっているので、結構おすすめかなと思います。僕なんか結構遠征に行くことが多いので、スポーツも、ランニングと、まあ、普段カジュアルでも使いたいなと思うので、スポーティーすぎるサングラスってあんまり使い心地は良くないと。僕のこう、ライフスタイルに合わないなと思ってたところ、まあ、今回ですね、こういったスポーツにも使えると。で、日常、カジュアルにも合わせられるというサングラスがあったので、今回こちらを購入しました。価格が1990円っていうのもまたお得で、まあ、普通に手軽に買えるっていうのがすごくいいところかなと思います。で、つけ心地ですね。実際これ使って僕結構走ってはいるんですけど、サングラスがずれるみたいなことはないので、そこはすごくおすすめです。まだジョギング程度でしかこのサングラス使ってないから、スピード出した時にブレるかどうかっていうのは試してはないんですけど、まあ、そんなに気にならないんじゃないかなと思います。普段のジョギングしてても全然ブレることはないので。はい。やばい。ちょっと待ってください。超可愛い子が下で寝転がってる。ちょっと急遽撮影の裏側というか下で寝転がってる子をお届けさせていただいたんですけど、まあ話戻すと非常にスピード出しても問題ないんじゃないかなと思います。まあ大体3分30ぐらいまでだったら使っててそんなにブレるようなことはない。スプリントやった時にどうかっていうところはまだ検証はしてないんですけど、まあ、かけ心地からしても全然使い心地は良さそうですね。まあ、全然スプリントにも対応できそうな感じはします。はい、ということで今回はですねユニクロのサングラスを紹介させていただきました。カラーはですねこれとカーキですね。カーキもあったのでちょっとこのサングラス結構良かったので、カーキ2色買いしたいなと思ったりしてます。黒とカーキがあるので、今回は黒を僕は購入したんですけど、ちょっとゆくゆくカーキも手に入れて、2色使い分けしていきたいなと思います。まあそんな、サングラスを紹介させていただきました。多分全国のユニクロにあるかなと思うので、気になった方はユニクロ覗いてみてください。ということで今日の動画以上、ご視聴ありがとうございました。メンバーシップメンバー募集中。月額90円では質問に動画で答えています。マラソンに関すること何でも回答します。月額490円では表では言えないシューズレビューなんかもやっています。ランショックチャンネル応援してるよって方、概要欄からよろしくお願いします。